熊本県第3区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2017年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2017年の区割り変更により、熊本市北区の旧駅町域が1区に移行され、上増式軍拡張が4区から本区へ移行された。 2013年公職選挙法改正から2017年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。保守地盤であるが、それゆえに第43回、第44回は保守分裂選挙となり、坂本哲司隊。 松岡と四角の激しい戦いが繰り広げられた。そのため、松岡の死去後の補欠選挙でも、同様に保守勢力が分裂し、そのしこりから坂本が正式に自民党に入党するまでに時間を要した。坂本は初めて自民党の公認を得た第45回において、自民党に対する逆風に加えて、元自民党参議院議員の三浦が立候補してまたも、保守分裂となる中で、 僅差で民主党新人の後藤秀友を破った。それ以降は坂本が盤石の選挙戦で相手候補の比例復活を許さない勝ち方を続けている。第49回衆議院議員総選挙10月31日、熊本県第3区時の内閣、第1次岸田内閣解散日。 2021年10月14日、公示日。2021年10月19日当日。有権者数、31万5292人。最終投票率 57.、57.38%第48回衆議院議員。総選挙10月22日熊本県第3区時の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日。2017年9月28日公示日。 2017年10月10日、当日有権者数32万13 131人、最終投票率57.51%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、熊本県第3区時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、 当日有権者数272,953人最終投票率51.23%第46回衆議院議員総選挙12月16日熊本県第三区時の内閣野田第三次改造内閣解散日2012年11月16日公示日2012年12月4日最終投票率 61.54%第45回衆議院議員、総選挙8月30日熊本県第3区時の、内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員補欠選挙熊本県、第3区当日有権者数、269,425人、最終投票率、 70.88%第44回衆議院議員。総選挙9月11日熊本県第3区次の内閣第2次小泉改造内閣解散日。2005年8月8日公示日2005年8月30日第43回衆議院議員。総選挙11月9日熊本県第3区次の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日。 2003年10月10日、公示日。2003年10月28日第42回衆議院議員。総選挙6月25日熊本県第3区時の内閣。第1次森内閣解散日。2000年6月2日、公示日。2000年6月13日第41回衆議院議員。総選挙10月20日熊本県第3区時の内閣。第1次橋本内閣解散日。 1996年9月27日、工事日。1996年10月8日。ありがとうございます。